予報センターから、台風の最新情報をお伝えします。二十一時の観測に基づく、台風の最新予報が入ってきました。はじめに、衛星画像をご覧ください。台風がこ,こ,この位置まで北上しているんですけども、まだ渦がはっきりしているということで、強い勢力を保っていることがわかります。観測に基づくデータを見ていきたいと思います。二十一時現在。 ちょっとこちらになりますけれども、えー、中心気圧が965ヘクトパスカル最大風速が40メートルということで、えー、強さの階級は強いという形になっています。 東北東へ時速30キロ加速を始めています24時間後の18日にはこの海域に到達することになりますけれどもその時で中心気圧が970ヘクトパスカル最大風速は30メートルというような状況になっていきます日本からはどんどん離れていくような形になっていきます暴風域はまだあるんですけれども強風域はかなり小さくなってきています 現在観測されているアメダスのデータを見てみますと、えー、北海道襟裳岬で10.5メートルということでこ、えー、これれ以上上の風はは陸上部では観測されていないということにななととうにります。台風の中心近辺はかなり強いんですけども周辺部分に関してはだいぶ弱くなってきたというような状況です。 ただこの中心近辺の風が強いということで海上の波は非常に高くなっています中心近辺最大6メートルから7メートルぐらいといった状況になっているんですが沿岸に届いている波21時の段階では2メートルぐらいの波が到達しているといった状況です 2メートルという状況は、まあ、かなり高い状態になっているわけなんですけどもだんだんと台風が遠ざかるにつれて明日の昼頃になりますと2メートルのラインも陸地から離れていくというようなことになりますこの頃までにはだいぶ海上の波も低くなってくるということが想定されます 以上台風21時の観測に基づく最新情報をお伝えしました、えー、詳しい情報はお手元のウェザーニュースアプリの方でも確認できますどうぞご利用ください